フレークはリリース予定のコフィス2に使われているプログラミングライブラリーである。フレークでは形に関する基本的な概念が規定される予定である。あるシェイプはエンドユーザーには画像もしくはテキストといったコンテンツとして現れる。シェイプは四角や円などの形式を取ることができ、シェイプは描画それ、自体に関するものであるため、そこには どのような種類のメディアでも含むことができる。現在、コフィスのすべてのコンポーネントに対して、フレークを最大限使用するための作業が進められている。フレークの機能は、コンテンツを表示するシェイプと、コンテンツもしくはユーザーインターフェースを取り扱うツールズに分けられる。シェイプは、コンテンツの種類に応じて作られる。例えば、テキストシェイプは、クワードにおいて、 txt と、オットフォーマットを扱うのに対し、クチャートのシェープは、オーディックのような表に関連したドキュメントのみをサポートする。シェープは、ツールズのセットとパッケージ化するため、コンテンツとユーザーインターフェースのエレメントを取り扱うことができる。こうすることで、アプリケーションに必要な機能を加え、また他のアプリケーションのシェープを簡単に埋め込むことが可能となる。シェープは、 必要な時に他のシェープを読み込むことができる。例えばある画像が文書ドキュメントに含まれていて、その画像を扱う際にはイメージシェープが読み込まれるようになる。フレークはコフィス1シリーズにおけるウィジェットを元にした埋め込みの後継的な機能である。埋め込み型ウィジェットには以下のような欠点があった。すなわちウィジェットは常に四角形でなくてはならないこと。 回転することができないこと、そしてピクセルで測られていたことである。これら3つの欠点はすべてフレークによって解決される予定である。埋め込まれたドキュメントデータを拡大縮小したり回転したり歪めたりというようにあらゆる形式を取れる。単位にはミリメートルなどが使われる。またフレークは拡張性などいくつかの分野で元のデザインを改良しているところがある。例えば、 Google のサマーオブコード2007においてマリーン・クルーズ・セルブリンクは寄付法のシェイプとツールズをベースにしたミューズ・グックスマルを発表した。あるシェイプに対し他のシェイプの位置を認識させることが可能であり、例えば画像をテキストの上に移動させることによってそのテキストを画像の周りに動的に配置することができる。またシェイプはグループ化することも可能であり、 そうすることで複数のシェイプが一つのシェイプとして、振る舞うことができるようになる。コフィスの各コンポーネントにおいて、フレークは以下に挙げるような機能を有すると見られている。ザ・コフィスプロジェクト、リリースゴールズ・フォーコフィス2.0、ペンシルズ・ダウン・フォーコフィス・サマー・オブ・コード・スチューデンツ、ザ・ロード・ツー・ケーディ・ニュー・コフィス・テクノロジーズ、ハット・フレーク・コフィス、ハット・フレーク・コフィス。ありがとうございます。